日本海軍が第二次世界大戦末期に開発していた極地戦闘機神殿、高度1万メートルを時速570キロで飛行する B-29 に対抗し得る迎撃戦闘機が当時の日本にはなかったため、追 B-29 の切り札として開発が進められていました。最大速度は高度8700メートル時で750キロ、実用上昇限度は12000メートル、航続距離は1000から2000キロと極めて高性能な戦闘機でしたが、試験飛行を行っていたところで終戦を迎え、幻の戦闘機となりました。実戦における戦術はまずフルエデンの速度を生かして B-29 の前方に展開し、高度12000メートルから 30mm 機銃4門を制射、さらに速力差を利用して再び B-29 の前方に進出し2度目の攻撃を行うというもの。ジェット化構想もあったようですが、具体的な話は何一つ進んでいなかったようです。貴重な映像に外国人から様々な反応が寄せられていました。